中国とのその今外交をうまくやろうとする努力というのははっきり言って無駄なのでやらなくていいと思います、うん、で、まあ、会っただけの会談のそれでいいんですよ。会って相手の顔色見て、まあ、とりあえず会ったっていう実績だけでいい、うん、岸田政権に何を望むかっていうと私はまあ具体的に台湾有事があるかも、うん、あるいは尖閣有事があるかもっていう想定の、うん、もしそういうことが起きた時にどうするかっていうことをちゃんとあらかじめ、プランをあの持ってほしいということですね、うん、あるかないかといったら私はない可能性の方が圧倒的に高いと思うけどあるかもしれないっていう可能性がですね過去にないほど高くなっている。で習近平政権っていうのは明らかにですね文革で、まあ、いわゆる逆走路線を取ってるわけです。で経済はもう計画経済に向かってるわけです。不動産なんてもう完全に市場経済から切り離そうという動きが、まあ、この間国務院14号文献みたいなの出てましたけれども、もうあの動きが来てるわけですよ。1998年以前の経済ぐらいに戻るつもりでいるわけですよね。でその過程でですね、まあ、文革時代に、まあ、文革傾向が非常に強い暗殺だとかスパイだとか、うん、つまり党内スパイだとか、うん、党内粛清とかそういったものが非常に大きくなる。だから党内も不安定になる、うん、そういう中で戦争が起こるかもわからない、あるいは中国がもう共産党がガタガタになってですね大量の難民が日本に押し寄せるかもしれない、うん、尖閣有事が起こるかもわからない、うん、そういった状況で、日本はどうしますか、あるいは現在中国に進出している日本企業に対してどういう措置を取りますか、うん、今何人いるのかな、日本駐在員、日本人留学生、うん、彼らに対してどういう救出作戦とかっていうのは持ってますかとか、そういうことをかなり具体的なものっていうのは今求められてると思うんですよね。でそれと同時にやはりアメリカがひょっとすると台湾有事の時、尖閣有事の時に動かない可能性っていうのが出てきました。十分ありますね。で2正面作戦3プラス1だったら3正面作戦、北朝鮮が動けば4正面作戦、うん、台湾の有事は日本に任せた、北朝鮮有事は韓国に任せたって言って、その丸投げっていうことも十分あり得るわけで、じゃあ丸投げされた時に日本何ができますか、やれますかっていうこともやっぱり想定して、かなり急ピッチでいろんなことを具体的にこうなったらどうしようとか、うん、そういうふうな話を日本の国民の間である程度のコンセンサスというか覚悟っていうものを、まあ、呼びかけるというか醸成する段階に来てるんじゃないかなと。そういうことの方が実は対中外交よりも今日本が急いでやらなきゃいけないことかな、ね、自分のとこだね。そうですね、だから、まあ、会ってたまに挨拶して一緒にご飯食べるぐらいはいいと思うけれども、今なんかこう具体的に互恵関係とか協力関係と か、うん、なんか一帯一路に参加とかそういうこと もう無理なのは分かってるわけですから、うん、日本がもし何かピンチになった時、うん、こういう場面になった時、うん、どうするかっていうことを日本国内で、それはもう多分核武装論争っていうのかな、うん、そういう問題にもやはり踏み込まざるを得ない時期に来たかなと思ってます。